安藤由かは、日本の陸上選手、バコール所属。両手をだらりと下げて、両腕を大きく振らず、上下動を少なくしてひたひたと走行する独特なフォームは、高橋直子などに忍者走りと称されている。岐阜県海津市出身。海津市立大江小学校海津市立日清、中学校豊川高等学校卒業。小学校時代は、 自宅から学校まで徒歩で片道30分であり、毎日往復1時間の徒歩通学を続けたという。また、中学校に入学した際はハンドボールをやりたくて、ハンドボール部に入部したが、部員が多かったために陸上競技部へ転員部した。中学校時代は800メートルと1500メートルを中心に競技に取り組んでいた。中学校時代に二度交互を逆き全国。 都道府県対抗女子駅伝競争大会に岐阜県代表として出場していずれも第3区を走っている。2009年に陸上競技の名門である愛知県の豊川高等学校に進学、高校時代の全国高等学校、総合体育大会成績は2010年、沖縄県大会の女子3000メートルで第18位という記録が残る。 また全国高等学校駅伝競争大会女子の部では豊川高等学校のメンバーとして1年時には2区を、3年時には1区を走って総合優勝に貢献した。鈴木浜松アスリートクラブ所属時まで高等学校、卒業後はスポーツ用品、メーカー水野が運営する、チーム水野アスレティック入りするも、わずか2年で時の住み会移籍する。 時の住みか時代も長く続かず、2014年に鈴木浜松アスリートクラブへ移籍、そこでコーチの佐藤内正幸の指導などもあり、ランニングホームを改造するなどして躍進するようになる。2016年、世界ハーフマラソン選手権大会に日本代表として出場して、日本人最高の10位と奮闘した。同年のリオデジャネイロオリンピック出場をかけた第100回日本。 陸上競技選手権大会では、女子1万メートルで13位、女子5000メートルで20位と振るわなかったために、オリンピック出場はならなかった。2017年3月12日、地震初のフルマラソンとなった、名古屋ウィメンズマラソンに、一般参加選手として出場、ユニスジェプキルイキルワに、序盤からピタリと食いつくように並走、中盤から両者の一気打ちの形になり、 終盤でキルワに突き放されるもペースを落とすことなく最後まで走り切り2時間21分36秒のタイムで総合2位でゴールインしたこのタイムは日本歴代第4位にして初マラソンにおける日本人最高記録であったまた同年8月開催予定の第16回世界陸上競技選手権大会の 女子マラソンの派遣設定記録である2時間22分30秒を突破、日本代表選手に選出された。2017年8月6日、2度目のフルとなる世界陸上ロンドン大会女子マラソン本番に出場。しかし、レース中盤の 20km 付近で2位集団のペースアップについていけず、メダル争いから脱落。 結局日本女子トップで16位の清田とは55秒遅れの総合17位に止まり8位入賞も遠く及ばなかった2018年1月28日フル3度目の大阪国際女子マラソンに出走序盤から 5km ごとに17分5秒前後で走るペースメーカーについたが 20km 手前で給水ミスを犯したその後2 5トル過ぎに マイタホミナミの飛び出しに反応できず、さらに 28km 地点では、今回初マラソンだった松田彗星のロングスパートにも突き放されて、優勝争いから脱落。それでも、安藤は3位の位置をキープしたまま、2時間27分台でフィニッシュし、マラソングランドチャンピオンシップへの出場権を獲得した。なお、ゴール後の安藤は、 誰かが動くと予想していたが、前田選手が出てくるとは、気持ちで引いてしまったと悔しがるも、給水地点で、スペシャルドリンクを取り損ねた後、優勝した松田からドリンクを受け取ったシーンで、改めてマラソンの魅力だと感じた。松田選手の人間性は見習いたいと感謝していた。ワコールへ移籍後所属先だった鈴木浜松、アスリートクラブの指導陣が、2018年末に、 一斉に退任したことを受けて、2019年2月1日付で、ワコールへ移籍した。2019年4月28日、ワコールのチームメイトである人山マ央と共に、ロンドンマラソンに出走し、2時間26分47秒、総合13位となった。2019年9月15日、MGC 女子マラソン本番に出場。スタート直後から、ハイペースで飛ばす人山。 福祉火横を含むワコール勢の先頭集団へ積極的についていったが、18km 付近で優勝争いから脱落。以降は大きくスローダウンし、数人の女子選手に追い抜かれていき、2時間36分台の8位に終わった。2020年3月8日、MGC ファイナルチャレンジ第3弾の名古屋、ウィメンズマラソンへ出走。幸運の中、 レース序盤から高速ペースで進む先頭集団についていったが 30km 手前でロングスパートを仕掛けた同僚の人山真央から徐々に離される一時は一般エリート参加の佐藤やとぎにも遅れを取ったがレース終盤で佐藤を逆転結果優勝し東京五輪女子マラソン日本代表に決定した人山に続いて2時間22分台の総合2位 日本女子2位に入った。2021年8月7日、2020年、東京オリンピックの陸上競技女子1万メートル決勝に出場し32分40秒77で22位となった。ありがとうございます。